セミフカヤはトルコベルガマ出身のサッカー選手。家にマラティアスポル所属。ポジションは DF。元トルコ代表。2006年に当時15歳でガラタサライのユースアカデミーに入団。2007年からリザーブチームのガラタサライ a にでプレーし、2009年4月19日のイスタンブール BBSK 戦でトップチームデビュー。その後、ガズイアンテプスポルと、 カルタルスポルへのレンタル遺跡を経験。2011年、ガラタサラへ、レンタルバックで復帰。ファティテリム監督の信頼をつかみ、怪我がちな玉ハンザンに代わりレギュラーとして30試合に出場。ディフェンスリーダーとして2011から12シーズンのスユペルリグ優勝に貢献し、スユペルリグ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2014年7月、 2018年まで契約を更新した。2017年7月14日、チェコの AC スパルタプラハイ3年契約で完全一席。2019年1月21日、ガラタサライに半年間のレンタル一席が発表された。世代別代表に招集され、2012年2月29日のスロバキア戦でトルコ代表デビューを果たした。 ありがとうございます。